今年はそうだよな。なんかいつもと違うと思ったら、いいともがないから。そうだよ。ね。年末って感じがしないね。もうそろそろ考えてるからね、毎年は。本来だったら。年末何やるか。今頃、モノマネ考えて、何すっかな、みたいなのと、うん、俺は、打ち上げの商品を、はい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 、はい。ね。毎年、そう、いろいろね。とにかく、受けなきゃいけない。今年だったら何やったかな。野々村議員とか、ああいう感じをまずは考えるのかな。今年何やったかな。今年だったらな、もし、いいともの特大号あったとして、モノマネのやつ出るとして、何商品でしょ？あ、いや、商品もそうだけど、そのモノマネ。あ、モノマネ？うん。モノマネはね、エレキセルかな？いや、それはもう絶対やっちゃう、他の人たちが。あ、やっちゃう、ね。お茶ぬいごし軍団がやる。ジュニアとか。ジュニアとか。ジュニアとか、曲穴とか、アナウンサーとか、お茶にこし軍団。ひどいな、お前。ひどいな、お前。ひどい、お茶にこし軍団だと思ってたの思ってた。いや、だってそれはもうジュニアに俺らは言ってたじゃん。お前さ、つってジュニア。ジュニア逃げるから。いや、もうほんまあれだけはもう勘弁、つって、ジュニアはもう分かってんだよ、そう言われんのもね。で、もうあれだけは、つって、必ず女子アナとかとさ、紛れてさ、アイドルチームと紛れてさ、ただ AKB とかさ、あるな。そういうの、やるだけなんでね。女装してやるだけっていうさ。なんなんそれあれはもう正直、だから別にジュニアも思ってるから、お茶濁してる。これで俺は逃げてるって言ってたからね。逃げてる。そう、うん、もうこれだけほんと必ず熱出すんだよな、ジュニア。そう、熱出す。それで打ち上げ出れない。出れない。大腸炎みたいな。大腸炎みたいな。毎年出たっすよね。熱と、下痢とでね、苦しむんだよ。だから、まあ、なんかあんだよ、そのお茶濁してしまったっていう、ね。あいつだから。みんなちゃんとやってんのに俺だけで。だから。村コーチか。でもあれはダメって言われちゃうかもしんないね。ああいうのね。前もだから、猪瀬さんとかやりたいって言ったけどね。あ、ダメだった。ダメだったんだ。俺なんか猪瀬直樹やらしたら絶対似てたはずだって。俺すげえやりたかったな、猪瀬直樹は。似る自信あるもん、俺。うん。バク宙でやったけど。まあでもね、あんまりその辺話題でいかないかもしんない。リアルに似てる。うん、俺はいつもそういう探し方してたから。ああ、まあね。うん。でも去年はあれだからね、ビッグダディと、ね、うん、その奥さん、みなこさんもね、うんうんうん、俺がやってね、うんうん。まああれはまあ旬でもありね。うんうん、まあ今年でも、そうだな、ドブロックとかやるやついたのかな。まあドブロックちょっと難しいかもしれないね。ネタにしなきゃいけないから。そうだね。うん、でも誰かやりそうじゃない、うん、まあエスミとか言ったかもしれないな、俺もしかしたらそれこそだろ、それこそ一番なんかいやちょっとすいませんけどみたいなことになりかねないでしょ。いや別に普通にだって女優さんですから。まあね、うん、で俺一茂とかやる。一茂だよ。絶対じゃん。そんなおかしいでしょ。それか壁そう、エスミが、いや壁ドンやるんだ。壁ドンじゃねえよ。エスミの壁ドンっつって。俺受けるよ、結構。いや、受ける。絶対にいいとも側が。本家壁ドンっつって。いや、いいとも側がもう絶対それはやめてくれってなる。なるかな。なるでしょ。そう、だって旦那さんフジテレビでしょ。うん。絶対ダメだと思う。絶対そうだ。いや、そりゃ器でかいですよ、フジテレビは。そうか、うん、いや、それはまあちょっとやってみたい気がするけどな。まあ、あとは号泣議員だけど、あれはでもハードル高いんだよね。いや、誰、でもさ、あれやるからにはさ、もう絶対受けなきゃいけないぐらいの、まあね、ハードルは高いじゃん。そうね。お前、それやってなにこの程度ですかみたいな感じになったら、あれだから、あれは俺ハードル高いぞ。やるって相当勇気いるぜ。本家に勝てないんだ。ね、あれ本当にね、モノマネって、こう、やって、何年かやっていくうちにね、うん、話題性よりも、うん、どっちかっつうともうマイナーっていうか、その日、うん、その時旬じゃなくても、うん、似てる方がいいんだなっていうことにだんだん気づくんだよね、うんうんうん、そうなんだよね。それでサマーズなんかは結構やったんだけど、それで大失敗した。茂木健一あれは大失敗したよね。あれがもうね、三村が高橋ジョージやって、茂木健一郎を大竹がやったんだけど、茂木さんがまだそこまで顔がね、
まあ、あの、いいともの客的には、あんまりだったね、うん。そうね。そうね。で、確かに、茂木さん、似てはいたんだよね、多少。多少でもね。多少でも全然だったんだよね。あんま似てもなかった。似てもなかったんだよね。ええ。っていうかね、高橋ジョージが似てたんですよ、意外に。で、三村が先出ちゃったんだよね。うん、あれ、そうそうそう、構成間違ったんだよね。そう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 。で、三村が先出て、高橋ジョージが意外と似てた。で、その後、茂木健一郎で、大竹が出てきたら、誰もみんななんかわかんない。誰だかよくわかんない。キョトーンとしちゃって、それで一緒にやるはずのネタがあったんだけど、三村があまりにも大竹が受けないから、大竹を無視する。無視する。暴挙に出て切った。切ったんですよ、もう。切り捨てた。大竹をいないもんとして、無視しだした。もう、ただ単に高橋ジョージをもうやって、一切絡まないでしょ、大竹に。それで楽屋で大揉めしてないんですよ。終わってからね。突っ込めお前を。あれは解散の危機だったね、あの時な。サマーズな。あんだけ仲良い。あんな笑ったことはないのよ。ほんと俺、そこで見てて、三村の野郎裏切ってるよ、つって。あんな笑ったことはないね。あれはちょっと良かったね。あれ最高だったな。ね。うん、いや、だから、ちょっと寂しいね、そう考えるとな。いいともだ、あれがないのね。打ち上げで、必ず、あの、俺が、もう、その時、話題の、あの、ものをプレゼントするっていうんで、はい、まあ、去年は、私は、あの、バナメエビのね。もう、あれですよ、旅館も含めた。そうですね、あの、ホテルね。20万円ぐらいの、はい。ですよ。はい。で、バナメ、名物尽くしという。そうですね。もうすごい。やがるのようにやったんです、はい、そうですね。で、その前の前ぐらいがキャンドル順のね。キャンドルね。キャンドル、やっぱ20万円ぐらいですよ。はい。あれがキャンドルの時が、あの、劇団と揉めましてね。劇団人と被ったやつね。そう。で、俺はキャンドル順の、要するにネタがその年。まあ、旬だったんですよ。旬だったんだけど。うん、あんまり、その、クレームが入ってできなかったんだよね、実は。今、時効だから言いますけど、キャンドル順からクレームが入って、一切テレビでネタができなかったんだよ。ね、それで、もう、それがもう、いいともで毎週、うん、タモリさんにも愚痴ってて、うん、キャンドル順ができないのが痛いんですよ。痛いって何なんだよ。本当に痛いんだって言ってて、で、その、まあ、ね。打ち上げで、これはもう関係ない。もう一年できなかった分を積んで、うんうん、俺キャンドルジュンの店までわざわざ買いに行ったんだから、ね、キャンドルを。ね。高いんだからキャンドル、うん、ものすごい太いやつ。うん。あれを何本も買って、うん、20万円ぐらいの。20万円分。キャンドル。うん。で、全部仕込んで。うん。さあ、いよいよ、ね。次は、バスケ問題、太田賞でーす。順番があって、うん、はい。だいたい、まあ、いろんな若手のショーから始まって、ずっと来て、最後が、まあ、スマップやって、関根さんやって、鶴瓶師匠やって、みたいな順番があるんだけど、で、俺をもうタモリさんの前にしてもらったんだよね。で、もう大物だから。いや、普通みんな他の人は、なんとか、ね、あの、DVD とか。まあ、薄型テレビとか。うん、そう、旅行券とか。そういうので、別にネタで狙ってこないんだけど、俺と、劇団だけはいつも。ちょっと狙うんですよ、ね。ちょっと狙うんですよ。で、劇団は、まあ、小物なんですよね。あいつの商品っていうのは。あの、一個ネタを、はいはい。あって、保険があるんです、ね。保険。はい。で、要するに、メインはその、霜降り牛肉、何万円分。うんうん、プラス、うちの神さんの写真集です、みたいな。うん、その程度の、くすぐり程度の、もうどうしようもないよな。じゃあそこまで言うことない。で、俺はもうキャンドルジュンをもう全部、うん、要するにもう、いいとも特番の本番前からディレクター陣と打ち合わせして、うんうん、とにかく最後、こうキャンドルジュンを、うん、キャンドルを、うん、こう、台車に乗っけて、うん、で、全部隠して、うん、で、火をつけて、うん、で、こう台車で引っ張ってきて、うん、パッと開けたら火が、キャンドルジュンのもうキャンドルが並んでて、火がついてるっていう、うん、まあ、演出も全部考えて、はい、それで、俺が、そこんとか、俺が、青年隊から、マイクもらって司会やる、うん。司会はね、青年隊とかやってるからね、アナウンサーとか。っていう話を全部セッティング してたんでね。で、会場入って、打ち上げ会場入って、で、もう全部チェックして、俺、うんうん。で、こう、まあ、普通に始まる前にずっとね。たら、ディレクターがさ、エディが来て、太田さん、ちょっと、劇団さんが、キャ
サンドル、ジム被ってんですよ。って言うから、はぁ、あ、何それ劇団って。つって。劇団さん、もうキャンドル、ジュンのキャンドルを、ちょっとネタで、一個持ってきちゃってて。つって。あ、それダメ、やめさせて。わかりました。つって。劇団とこ行って。すいませんけど、あの、太田さんがやるんで、ええ、このキャンドルな、やめにしてください。劇団は本当に肉しかなくなっちゃった。でもキャンドル、あいつのは本当に、その、なんつうの、1000円ぐらいのさ、うん、1個なんだよ、キャンドル。ね。プラス、霜降り肉、はいはい。で、プラスキャンドル順です、うんうん、みたいなネタなんだよ。うんうん、それで、だから、俺のはもう、うん、それがもう全部だよね。で、しかも順番から言ったら、劇団が先だから。先だから。で、先にやられちゃ困るよ、と。そりゃそうだ。で、劇団ちょっとやめさせて、つって。わ、うん、かりました、つって。言った劇団になんか、ちょっとやめてくださいって言った、言ったっつって。劇団が俺のとこ来てた、はい。ちょっとなんで俺やめなきゃいけないんだひどいじゃないですか、スタッフもさ。太田さんは先輩だからってさ、俺だって受けたいんですよ言って、じゃあ分かった、お前いいけど、俺の前にやられると困るんだよ、つって。分かるよな、それぐらいは。ネタの、だいたい分かるよな、どういう受け方するかって。お前何このキャンドルって見せろちょっとつって。こんなの、なんかビニールに入ったキャンドル。こんなもんなんだろつって。これお前先やって俺のネタ被られちゃ困るんだよって。すげえ揉めて。いや、納得いかないっす。ギランが言って。じゃあ分かった。俺が先やるから、お前俺の後な。つって。で、順番を変えた。当然受けるわけないじゃん、劇団。それはそうだ、存在やった。それなら俺、やんねえ方がいいと思うよ。引っ込めた方がいいよ、キャンドルジュンのやつは。なあ。そう。肉だけでいいじゃん。すごい涙目なんですよ。やつが。僕もキャンドルジュンの。太田さんがさっき、みたいな言ってたのね。そうそう、言ってた。ブーブー言ってた。ブーブー言ってましたよ、それ確かにね。すごいね。かぶるってすごいけどな。いや、それが、まあ、俺と劇団は、毎年、何かしらそういうネタをやるから。でも、それでもさ。いや、それがキャンドル順だったのよ、本当に。まあ、でもさ、すごいよね、そのかぶり、うん。ね、びっくりするよな。かぶるとは思わないよな。いや、かぶる可能性はあるなと思った。俺は思ってた。あ、そう。うん。ああ。ただやめさせりゃいいやと思って。パワハラだよ、パワハラ。